るわね。敵を見つけた。病んでいる者、劣る者、弱い者は見捨てられるのだ。分かった。その行いに良心や共感はない。我々は群れを間引く。あんたのおかげで助かった。私はジェス。カルトと戦ってんならダッチおじさんは知ってるだろ。ごめん、あんまり時間を無駄にできないからすぐに本題に入るよ。ジェイコブの狂信者の一人を追ってたんだ。コックとかいうふざけた名前のやつ。それだけ聞くとヤバそうじゃないけど、マジで歪み切ったクソ野郎だよ。あと一歩だったんだ。でもペギーの偵察に一杯食わされた。手を貸してほしい。奴を見失うわけにはいかない。ホワイトテイルと手を組みたいならこれが取っかかりになるかもよ。それに何より悪党を墓送りにするチャンスだ。行かないと。かなり時間を無駄にした。ついてきて。こっち。この人たちを助けられてよかった。あと少しで間に合わなかったかも。見た、奴の痕跡だ。罪なき人が生きたまま焼かれた。みんなカルトに連れてかれる。家にいようが、バーにいようが、教会にいようが、全くお構いなし。で、二つのカテゴリーに分けられる。弱いやつと強いやつ。ジェイコブは軍隊を作ってるんだ。戦えなかったり、戦わなかったりすれば死が待ってる。あいつは群れを間引くなんていう。罪のない人々の大虐殺だ。こんなことが起きてるなんて誰も信じなかった。信じたくなかった。行くわよ。問題発生。信じきってる。あのクソ野郎は絶対に逃がさない。よし、もう少しだ。援護して。気をつけな。前方に動きあり。くそ、奴はいない。でも閉じ込められてる人がいる。人を檻に入れて動物扱いか。も
ちろん助けるよな。でも目立つなよ。もし見つかったら人質は殺される。他にも捕まっている人が、コックだ。山へ連れて行かれた。どうすれば。一体何だったの。マジムカつく。ここよ。ありがとうね。ありがとう。コックは、あいつは、みんなを連れてった。山の上よ。コックの名の由来を知りたい。数年前にジェイコブが部下を送ってある家族をさらわせた。両親と子供たち、まずは家族を飢えさせた。彼らに水一滴与えなかった。3日後家族は渇きのあまり自分の小便を飲むところまで行った。でも子供たちはそれを嫌がった。両親は力ずくで飲ませたけど子供たちはすぐに吐いた。コックはそれが気に入らず、両親を熱い日差しの中柱に吊るし上げた。待って、何か聞こえた。ペギーは本当にイカれてる。軍隊まで作ったんだって。こっちに向かうわ。処刑する気がする。先導して援護する。覚えといて、もし見つかればみんな死ぬことになる。なんとかしてくれ。ありがとう。他の人たちがコックにピットへ連れて行かれた。奴らに殺される。助けて。行こう。夜中に気味の悪い遠吠えを聞いたことある？あれは狼じゃない、奴らの人狼よ。それでコックは両親を柱に吊るして、それから子供たちには水を少し与えた。そして空腹かどうか聞いた。
腹ペコの子供たちは、はいと言って食い物を恋い始めた。コックが豚肉を食べたいかと尋ねると、子供たちはうなずいた。奴は両親の靴を脱がせると、子豚ちゃんの歌を歌いながら、指遊びを始めた。つまんだ足の指をひねり、そして、血が溢れた。それからコックは子供たちに小さな肉の塊を差し出した。満面の笑みを浮かべて。ジェイコブのハンターたちが人狩りをしてる。気をつけて。悲鳴が収まって周りを見ると、奴は消えていた。夜に溶け込む悪魔のように。それからあいつはコックと呼ばれるようになった。失踪する人が増えてる。ジェイコブの目的は知らないけど、いいことじゃなさそう。捕まったホワイトテイルがどんな目に遭うか見たことある？あんたの仲間ブルッドだっけ。あの人はもっとひどい目に遭うはず。新築に行こう。弱者は不純で無価値だ。弱者は不純で無価値だ。奴らの魂は汚れている。書いていた。あれがコックだ。だから炎で焼くのだ。燃えろ、ファーザーの光とともに燃え上がれ。始末した。あんなのにはもったいない死ぬことだね。片付いたけど、ダッチの言った通りだった。コックが死んだのに何も感じない。ずっとこの男を見つけて殺そうと思ってきたのに、今はどうしたらいいかわからない。なんだってダッチおじさんの予想通りなんだ。カルトのこともイーライのこともあんたについて言ってたことも当たってるのかもね。だからその背中を守ってほしくなったら連絡してもいいから。それとありがとう、いろいろ。元気？なあ、ファンカン。俺の姪っ子は簡単には打ち解けないだろうが、お前さんが迅速かつ静かに事態を解決したいなら、あの子を託そう。守ってくれるな。あの子はいろんな目に遭ってきたんだ。